皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ミニチューブーです。えー、現在はですね、台車のため、車は NBOX になっております。まあ、ごしょ、車のご紹介はちょっと、今は、しません。まあ、ちょっと自分の車、 じゃないので変にね固定とかなんかしちゃって端末がどっか飛んでっちゃったらまずいんで今日は雑談実実話の雑談をちょっとしたいと思いますえー、タイトルにもあったようにあのー、映画クローズあれみたいなことがですね実際に起こった 話をしたいと思います。えー、私が、えー、卒業、無事卒業しました高校と、えー、S 高校が、えー、の間で起こった事件なんですが、えー、1年生で入学式、入学して、えー約 もう一ヶ月過ぎないかなぁ。私の教室が2階だったんですね。で、2階から、あー今日も授業つまんないから寝ちゃおっかなぁと思って、寝ようとしてたら、なんか騒がしいんですね。で、後ろのやつが、あれあいつらとか言い出して、 えー、何とか言って、外見てみたら、S 高校がですね、あのー、団体様で、あの、たくさん、あの、武器を、えー、持てらして、えー、私の高校へ攻めてまいりまして、<laughs> あのー、これ実はなんで、あのー、きっとし、うん、し、あ、それ、俺の高校じゃんとか言う人もいるかもしんない。 で、まあもちろん見ますよね。授業なんか中止ですよね。もちろん。うん。で、だんだん近づいてきて、もう当然何か原因がないと、そういうことになんないですよね。もうその原因、 が、いつ分かったかというと、10年経ってから分かったんですね。その、攻めてきた原因が。えー、まあ、ここからちょっと話しちゃうと、今も通じてるものがちょっとあって面倒くさいんですが、まあ、その時の対処としては、まあ、超ウルトラ怖かった生徒指導、 なりえー、体育会系の先生が何、えー、とかその時は収めたようですがその後々数日後ですね、えー、当時その私がいた高校と S 高校の、まあ、結構イケイケで強いやつらのトップ同士で 話し合って解決したと聞きました <laughs>。いやー、でもそのそれからですよ。もう一学期が終わる頃には、えー、約40人、一クラス40人いたんですが、ほぼ半分、半分くらいですね。 なんで結果的に2年に上がる時点でもう当然、まあ、男女共学ではあったんですけどもう男子しかいないでしかも礎クラス半減るっていうまあ いわば、ほんと、各地域の番長クラスが、えー、いらっしゃって、<laughs> まあその人たちはもう何にも言わずに、もう去るようにやめてって、あとちょっと変わったやつもいたんで、<laughs> あれ、こいつ本当にに16歳かっていう、も <laughs> うそういう人たちもどん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 やめてって。 まあ男しかいない、男女共学なのに男しかいないクラスっていうような高校でしたね。まあ幸い私、幸いじゃないな。まあ部活動、バレーボールやっていたので、まあ、昼間はその部活に向けて体力温存のために、えー、よく寝て、で夜にバレーボール、部活に備えると。 いう感じでしたねやはりその頃は若かったのか食べる量もすごくってもちろん親が作ってくれた弁当もあるんですがプラス学食のソースカツ丼があったんですねこれはもう爆発的な人気でもうほんと厨房が追いつかないぐらい美味しいソースカツ丼が えー、懐かしく思います。で先日、あのー、愛媛県熊高原町、もうすぐ熊高原町ラリーが開催される近くの道の駅で、ソースカツ丼を売ってたので、食べたんですけど、友達と。あ、この前、あのー、アップした動画な時ですね。やっぱりあの味には勝てないなぁと、今も、思っ、思い、 思い出す頃なんです、ね、ああまあそういうあいい高校ではあったんですよ私もちろんあのー、1年間だけ皆勤賞いただきましてありがたいことに。 あと僕、部活も真面目にやってたんで、え、えー、愛媛県からスポーツ厚労省厚労省あの浅田真央ちゃんがもらってた、あのす、県からもらえる厚労省をいただきまして、その辺に関しては優秀だったんです、ですが、頭は良くなかったですね、非常に。 まそれでもなんとかなんとかなんとか、まあ、専門学校入学したんですけど、はい、タイルは簡単なんですね。ただ、勉強と、まあ、介護の仕事をするって決めてから、2年間の勉強って、相当きつかったですね。 自習なんかも何回もあったり、泊まり込み1ヶ月間とか、うん、最近同級生と話してても、もう仕事よりあの泊まり込みは嫌だよね、なんて話したりもしたりしますね。まあ、今日は、えぇ、ー、NBOX の社内からお届けしたんですが、なんかブラックさんが、 ブラックミニチューブさんが、なんか、愛車、愛車じゃないや、このエンボックス紹介してくれるらしいんで、また、それは後日、するから、とかって、ちょっと偉そうに言ってたんで <laughs>、あのー、もしよかったらご視聴ください。以上、ミニチューブでした。最後までご視聴ありがとうございました。